いや、最近の相場きついっすね。特にアルトはしんどい。そんな中で BWP がなんと本日 37% 爆上げをしています。ホートルしてる皆さん、おめでとうございます。乗るしかないこのブルーウェービー。皆さんこんにちは、エンキピトのラーナです。このチャンネルでは暗号資産についての最新ニュースや情報を英語で書かれている一時情報を活用しながらできるだけ分かりやすく解説します。今回の動画では仮想通貨最新ニュースということで、昨日爆上げのあった BWB トークンとその急上昇の背景について解説します。また片元から新しくローンチするリコのライバルとしてオーディファイというバックの取れたプロジェクトがサポートするミームがローンチしますので、簡単にご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単に現在の相場感から見ていきます。撮影時点の6月22日の段階ではビットコインの価格が6万4100ドル付近と、こちら日足なのですが三角持ち合いの中の間を推移していまして、今月6月の間はですね、だらだらと落ちていくようななかなか苦しい展開です。特にアルトコインでは価格の下落というのが顕著で、例えばソラーナでは今年の4月の始まりの時点では200ドル台をキープしてですね、勢いがあったんですけれども、今の時点では日足の長期線のあたり約130ドルの付近までですね、1ヶ月間ぐらいですね、価格がダラダラ落ちてきているという、なかなかですねしんどい状況です。より下位のアルトコインになってくるとその傾向は顕著で、例えば時価総額約200位ぐらいにあるゼリカでは、昨年の10月のですねビットコインが急上昇をする前の段階の水準までですね下がってくるということで、アルトコインの全般的な感想としてはホールドされている方はですねなかなかしんどいんじゃないかなと思っております。私もですね大体ピークの頃からですね約3分の1ぐらいになっていて、ものによってはワールドコインなどですねピークから4分の1ぐらいになって、ちょっとメンタル的にですね苦しいなと思うような展開です。そんな中で昨日ビットゲットウォレットの BWB トークンが上場から一時期は価格の停滞というのをしていたのですが、なんとですね始まりの 0.4 ドルプラスの価格から一時は最大で 0.066 ドルとプラス 50% 以上をつけるという形で暴騰が起きました。撮影時点の段階でも 0.54 ドル前後のですね価格を推移していて、プラスの値でいうとプラス 33% の上昇をしています。この背景に何があったのかなということを今回の動画でご紹介しようかなと思いまして、こちらの内容についてツイッターでビットゲットウォレットのパートナーの方で丸井さんという方が分かりやすくまとめてくださっているので、こちらの内容について簡単にご紹介をさせていただきます。ビットゲットウォレット自体の説明はこれまでの動画で詳しく説明をしておりますので、関心がある方はそちらをご覧いただければなと思います。簡単に言うとですね、今回の BWB トークンの冒頭の背景にあったのはそのユーティリティ、それを持っていることでどんなメリットがあるのかというところがですねより詳しく分かったというところが背景にあります。まずは昨日の上昇がですね急に始まったんですけども、その時は情報というのはなかったんですが、その少し時間が経ったですね約7時ぐらいにビットゲットウォレットの公式の X アカウントが、来週ですね BWB トークンを持っているホルダーの方はいいことがありますよというですねプラスの匂わせというのを行いました。そしてその後に具体的な新しいローンチパッドの発表というのを行いまして、簡単な内容について見ていくと、 2000BWB トークン以上を所有していることによって次に行われるゲームファイのメタルコアというプロジェクトの IDO にホワイトリストラウンドで参加ができるというユーティリティが発表されました。撮影している時点の段階では約1トークンあたりの価格は約 0.54 ドルになりますので、2000トークンは約1080ドル、日本円にすると円安の影響もありまして約17万円ぐらいの価格帯になっています。そんなですね、なんでこの BWB トークンのローンチパッドが注目されているのかという背景についてですね、こちらの丸井さんのツイートについて引用させていただきます。特にですね大きかったのが、その前に行われた先週のですね6月の16日に行われたアートファイという、名前にもあるようにアートをテーマとした NFT のプラットフォームのプロジェクトの IDO が行われまして、こちらの IDO に参加された方はイメージができたかと思うのですが、初めでの 0.03 ドルから上場した瞬間はですね最大で 0.44 ドルとその10倍以上の価格をつけたのですが、それは一瞬にして終わりですね。その後だいたい IDO 価格の2倍弱の 0.05 ドルから、結果として
IT 価格の 0.03 ドルを割るところまで、現在のですね、相場の悪さもあって下がってしまったという背景がありました。そんな時にこの BWB トークの強権というすごい力というのが発揮されまして、なんとローンチパッドに参加された方に全額返金の実施というのが行われました。これはですね、いわゆる普通のローンチパッドではなかなか実現できないことで、こういったですね、ローンチパッドでローンチした後にですね、思ったような結果が出なかった時に運営自体がそれの返金を行うというのはよっぽどの資金力がある、まあ、今回であるビットゲットウォレット、またビットゲットがバックにあるようなプロジェクトだからこそですね、実現したというところがありまして、よりリスクを減らしてローンチパッドに参加ができるというメリットもあるということで、まあ、この BWB トークンに対して好感が広まったという可能性があります。今後もですね、この BWB トークンを持っていくことである程度保証がされる可能性のあるビットゲットウォレット、またビットゲットがバックにあるような強い信頼性の取れたプロジェクトをローンチできるというローンチパッドに参加ができるというのは大きなメリットである可能性があります。私自身はですね、こちらの BWB トークンというのは以前の動画でですね、約300万円分買いましたという動画を出したんですけども、その時に購入していたのが大体ですね 0.42 ドルぐらい買ってですね、まあ、こっちと 0.5 というふうに出てるんですけど、まあ、そこからですね、一旦その 0.4 ドルぐらいを割ってですね、大丈夫かなというところまで来たんですが、無事今回の急上昇がありましたので、持っているトークンの半分は売却を行いました。残りのですね、半分はステーキングということで、Web3 のビットゲットウォレット内にあるステーキングサービスを活用しております。もしかすると、ローンチパッド以外にも、ビットゲットウォレット内のステーキングを行っていくことで、今後、新しいプロジェクトのエアドロップをもらえる可能性などもあるので、私自身はそちらに期待をしていきたいなと考えております。BWB について、また新しい情報があれば、皆さんにシェアさせていただきます。最後に、キャタモトからローンチするトガトシについてご紹介します。今回のドガトシは猫のライバルということで、パッと見ですね、キャタモトのサイトを模したですね、犬バージョンのミームのプロジェクトになっておりまして、これまでのミームプロジェクトをローンチしたキャタパルトの中で異なっている観点としては、オーディファイという比較的ですね、バックがしっかりしている。例えばこのオーディファイの後ろには著名なローンチパッドであるシーディファイなど、ある程度信頼性の取れたプロジェクトが Meme の背景にいるのと、また今回の IDO が他のローンチパッド、例えば老後のですね、トラストパッドでも同様のドガトシの IDO が行われるなど、ある程度規模感のある信頼の取れた IDO が行われる予定になっております。こちらのローンチパッドへの参加方法としては、キャタモトのキャタトークンを公式サイトから指定の時間にですね、ロックができるようになりますよということになっているんですが、まだですね、詳しい詳細の情報というのがキャタパルトのページでは出ていない状態にあります。日程自体はもう決まっておりまして、あさっての6月の24日月曜日の日本時間の夜18時から IDO が24時間の間始まるようになっておりまして、その後あさって月曜日の夜8時からトークンのクレームが開始できるようになって、夜21時に上場という流れになっております。詳しい情報はまたドガトシのですね、 SNS をチェックしていただきたいなというところがありまして、別のローンチパッドのトラストパッドの情報を見ると、このドガトシについての情報がわかるかなと思います、まあ、詳細の情報をですね、ツイートにまとめているので、関心がある方はそちらをぜひ見ていただきたいというところがありまして、1ドガトークンは0が6つの0.000002 トークンとなっておりまして、50万ドガトークンが 1USD テザーというような値になっております。ハードキャップは20万ドルであり、総供給量が1兆トークンあり、初期供給量はその 70% 近くの7250億トークンありまして、初期時価総額は14万5000ドルとなかなかの規模感になっております。したがって、もしかするとこの時価総額が高い場合には、キャタトークンをロックした場合に、その全てのトークンがロックされる可能性もあるので、こちらですね、集める資金量と実際にロックされたキャタトークンの量によって、これ交換される量は変わりますので、参加される方はそれを注意してですね、ご判断いただければなと思います。1点だけ気になった観点としては、あさっての上場についてトラストパッドの情報を見ると、BNB チェーンのパンケーキスワップへの上場という情報になっていまして、キャタパルトのサイトで見ると、こちらはベースチェーンということでユニスワップ上場というふうに書いてありますので、公式のテレグラムを見たところ、今後ドガトークンに関して言うと
BNB と AHN とどちらも対応するという話は書いてありました。まあ、ただ先に BNB トークンでチェーンを進めていくという話がありましたので、まあ、そちらの どこで上場するかという情報は、また最新情報を皆さんで確認して判断していただければと思います。最近のキャタパルトの現状としては、相場の悪さであったり、一部のプロジェクトのラグプルなどもありまして、今、思ったような成果が出ていないという部分もありますので、今回の動画としては、ある程度信用性の取れたバグがいるということで、IDOがうまくいってほしいなというふうに願っております。以上、今回の動画が良かったよという方は、チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。勝利とブー！最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントお待ちしております。次回もお楽しみください。